はい、こちらのシモンズベッドのショールームとなっております。はい、こちらのベッドですとかマットレスですね、こちらを多数展示しながらギャラリー空間で、まあ、お客様にゆったりとベッドを楽しんでいただけるような空間になっております。お客様の年齢ですとか性別、あとは寝心地のお好み等をお伺いしながらですね、まあ、お客様にとってより良いマットレスの選び方のサポートというのをさせていただいております。はい、どうぞこちらお越しください。まずこちらのマットレスなんですけれども、見ていただくと非常に厚さがあるマットレスだなというのを分かっていただけると思います。まあ、実際寝てみていただくとですね、ホテルのスイートのルームのような非常に心地よい寝心地となっております。そうですね、さまざまなホテル様にシモンズのベッドを採用していただいておりましてですね、まあ、我々どんな方が寝ても綺麗な姿勢を保つということをコンセプトでやっておりますので、まあ、ホテル様ですと男性女性から外国の方までたくさんいらっしゃる中でですね、まあ、非常に気持ちよく眠っていただけるマットレスになっております。で、例えばこちらのベッドがですね、ダブルクッションという構造になっているんですけれども、上のマットレス、こちらでお客様の体を点で捉えましてですね、こちらの下側のクッションで体圧を分散して心地よい寝心地を演出しているというようなマットレスになっております。そうですね、海外ですとこういったダブルクッションって非常に一般的な構造になっておりまして、外国の方も弊社のショールームたくさんいらっしゃいますので、そういった方は割とこうダブルクッションをお選びになる傾向がございます。もともとはアメリカのメーカーだったんですけれども、1964年の東京オリンピックの年にですね、日本に参りまして、まあ、以来52年ですね、日本人に向けたマットレスっていうのを日本で製造しております。で、日本とアメリカのマットレスベッドの環境というのは全く異なっておりましてですね、まあ、湿気が多かったり、そういったまあ日本の住環境に合わせて、また日本人の体格に合わせてですね、日本人のためのベッドっていうのを52年間作り続けております。はい、ご案内させていただきます。こちらどうぞ。はい、こちらのショールームで一番の人気商品ゴールデンバリューでございます。はい、でこちらのマットレスなんですけれども、日本人というのはもともと布団で寝る習慣がございましてですね、まあ、一般的なマットレスも少し固めぐらいのマットレスをお好みになる傾向がございます。で、その中で柔らかすぎず硬すぎずというところで絶妙なバランスをですね、取っているマットレスとなっております。そうですね、こちらは下が引き出しになっておりまして、まあ、ベッドの下も引き出しとして有効に活用していきたいというようなお客様のニーズにお応えしてですね、開発した商品になっております。まあ、実際座ってみてもですね、まあ、弊社のポケットコイルといいましてですね、横に振動が伝わらないような構造になっているので、このような形でですね、まあ隣に寝ているパートナーの方であったり、また一人で寝ていてもですね、自分の振動っていうのをパッと吸収してくれますので、まあ、ベッドが横揺れをしたりですとか、部分的にですね、まあ、振動が伝わってしまったり、そういったことがないマットレスなんですね。はい、まずポケットコイルの説明をさせていただければと思います。こちらが実際こちらのマットレスに入っているですね、中身のポケットコイルになっております。でこちらご覧いただくとですね、一つ一つのコイルが独立しているのが分かるかと思います。でこの一つ一つのポケット、まあ、袋の中にですね、まあ、非常に長いこういったスプリングが入っておりまして、まあ、これをぎゅーっと圧縮してですね、袋の中に閉じ込めてあげる。でそうすることで、まあ、コイルに反発力っていうのが生まれましてですね、寝返りへのサポート感ですとか、一晩中お客様横になってもですね、快適な寝姿勢を保つバネの強さというのが出てまいります。で我々こちらのポケットコイルの世界で初めて商業化に成功したメーカーでございます。そうですね、こちらのポケットコイルすべて日本のですね、富士小山の工場で生産されております。はい、それではこちらご案内させていただきます。はい、こちらがシモンズの電動リクライニングベッドになっております。で一見ご覧いただくとですね、通常の少し高級感のある革のベッドに見えるんですけれども、こちらは電動リクライニングベッドになっております。
で一般的なベッド、電動ベッドっていうのは周りも鉄骨になっていて、でマットレスもあんまり寝心地が良くないよっていうものが多いんですけれども、まあ、こちらのベッドは全てマットレスに先ほどのポケットコイルが入っておりまして、で頭とですね足がスムーズに稼働します。であまりこうポケットコイルっていうのはこう稼働する部分に使用されることは少ないんですけれども、まあ、シモンズ独自のノウハウと技術でですねメカの稼働に合わせてマットレスも、動くようになっております。で、まあ、食事の後なんかはですね少し頭を上げていただきますとですね腹部への圧迫感というのも少なくなりますしですね、まあ、足の部分を少し上げていただくと今日はちょっと歩きすぎて足がむくんじゃったなっていう時には足がリラックスした姿勢を取ることができます。で電動ベッドっていうのは一般的なベッドに比べてですねベッドで過ごす時間が長い方っていうのがご利用になる傾向がございますので、まあ、そういった方がですねより自由に楽しくベッドでの生活を送れるようにということで細かいところまで設計をしております。シモンズの電動ベッドというとですね非常に高価というイメージがあるんですけれども、こちらのベッドはですねハイグレードな商品なんですけれども、隣の商品こちらはですねリーズナブルな価格でご用意しておりまして20万8000円からご用意しております。で同じように頭と足がリクライニングで動くようになっておりまして、まあ、マットレスはすべてポケットコイルになっておりますので、まあ、快適にお休みいただけるリクライニングベッド、まあ、かつリーズナブル商品ということでラインナップしております。最近ではですね頭を起こしてテレビを見たり映画を見たりということで割とこう若い方もですね電動ベッドを選んでいただけるような傾向がございますね。それではちょっとこちらをご案内させていただきます。はい、こちらの商品になります。こちらはポケットコイルを使用したソファーになっております。こちら座面の部分にですねポケットコイルが入っておりまして、まあソファーっていうと、まあ非常に座って使うというイメージがあると思うんですけれども、こちらのソファーこの座面の部分にですねかなり贅沢にポケットコイルを使用しておりますので、まあ、この部分に寝転がっていただいてですねベッドのような感覚でゴロ寝ができるソファーになっております。そうですね、例えばお客様なんかがいらっしゃった時にはですね、まあ、ちょっとこの上にシーツなんかを敷いていただいて、まあ、横になっていただくこともできるかと思います。どうぞおかけください。まあ、部分的な荷重をこう吸収するような形になっておりますので、かけていただいた瞬間にですねスッとこうお尻がはまるような感覚があるかと思います。はい、ございます。こちらの商品です。ベッドではなくてですね枕の中にもポケットコイルの入った商品をご用意しております。どうぞこちらご覧ください。こちらの枕の中にもですねポケットコイルが入っております。でマットと枕の相性って非常に大事になっておりまして、まあ、マットレスにもポケットコイルが入っておりまして枕にもポケットコイルが入っていて、まあ、非常にですね寝返りも打ちやすくてですね快適な寝心地の枕になっております。そうですね、すべての商品にですね寝ていただいて枕の高さですとかあとお布団ですとか、まあ、そういったですね寝室空間全体をトータルにですねコーディネートさせていただくようなこともさせていただいております。そうですね、ベッドのカバーはもちろんなんですけれども枕のカバーですとか羽毛布団までご用意させていただいておりますので、パンフレットご用意させていただいておりますのでぜひこちらご覧ください。こちらがシモンズの総合パンフレットになっておりますのでぜひこちらご覧ください。そうですね、こちらにすべての商品掲載してございます。こちらのショールームでも直接販売はしているんですけれども、まあ、こちらのショールームでじっくりと商品を体感していただきましてですね、まあ、パンフレットを、まあ百貨店様ですとかご引きの家具屋様にお持ちいただくという方が多いですね。 ありがとうございます。こちらインテリア空間含めてですねフランクロイドライトモチーフとなっております。そうですね、こちらの照明もフランクロイドライト作のですねタリア線という照明になっております。
そうですね、有機的な空間でですね、じっくりとマットレス、ベッドをご体感いただけるようにですね、すべて建築家のフランク・ロイド・ライトのモチーフ、ショールーム空間を作っております。そうですね、こちら予約なしで枕一つからでもご案内させていただきますので、ぜひお気軽にお立ち寄りいただければと思います。またよろしくお願いいたします。本日はありがとうございました。